どうもー、世界各国の100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。原西です。はい、昨日はね、本当はね、半日パチンコ打ちに行く予定だったんですけど、まあ打てなかったので、今日は打ちに行きましょう、今日は打とう。はい、もうパチンコ打ちたくてしょうがないよ、僕は。ですね、僕も病気は、発信してる、発信病気が発信してた、出てますんで。はい、今日午前中は、まあ編集またしていくんですけど、僕が今まで避けてたサムネ作りを隣に先生がいるのでね、教わって学びたいと思います。僕が簡単に教えると思ったら大間違いだぞ。どういうことだなぜ教えない手取り足取り教えてやろう。ありがとうございます。いや、ありがたい環境にいるんでね。はい、アプリも撮ったんでね。はい、準備は万端。万端です。はい、そんな感じで今日も頑張ります。はい、はい、よし、行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうもー、12月30日、今日の結果発表していきます。はい、します。はい。今日はね、まあ、稼働最後のね、1年間最後の稼働に行ったんですけど、はい。僕はそれよりも、なんと、今日僕、西村さんに、まあ、サムネの作り方を教わったんですよね。ああ、はいはいはい。はい。ね、今日のことだからどうぞ覚えてますよね。覚えてる。で、今までサムネっていうのは、僕は本当ね、まあ、自分でも分かってるんですよ。あまりにもセンスがないなと。はいはいはい。まあ、そもそもそういうの考えるの好きじゃないっていうのもあるし、まあ、図工とかもずっと成績悪かったし、美術とかね、嫌いだし、っていうのもあるんですけど、まあ、そういう美的な部分もあるんですけど、多分ね、それよりも、あのね、使ってるソフトが良くなかったんだと思う。あ、それはね、間違いないと思うよ。もう、パフォーマンス出せない。今までまあね、全然サムネを作るためのソフトじゃないキーノートかな。いや、もうダメダメだよね、あのソフトじゃな。そう、全然画角もなんかサイズも合わないし、もうほんとね、シンプルな字体でしかできないし、結構きつかったのを無理やりやってた感じなんですよね。はいはいはい、はい、で、まあ西村さんがまあいろいろソフトを探してくれるところからやってくれて、使ってみたら、もうそれを変えたぐらいですね。まあやり方をそのキーノートで、まあ僕も大体、あ、こういうのがあって、こういうのがあってって分かったんですけど、それを当てはめただけで、もうかなりレベルアップして、おしゃれな感じに見えるサムネになったと。はいはいはい、はい、大成長ですね。で、僕的にはかなりの革命だったんですよ。はいはい、今日一日が。はい。だから本当にね、成長を感じた一日になることができたなと。ああ、それは良かったね。教えた甲斐がありますよ。だから人間少しずつでもね、自分進化してるなって分かると嬉しいじゃないですか。自信になるしね。はい。それが良かったなっていう感じでございます。はい。はい。俺、あのソフトね、マジでおすすめです。無料だし、何しろ。はいはい。僕いつもフォトショップっていうね、アドビの有料のソフト使ってるんですけど、はい。まあさすがにアドビほど同じ機能を使えるわけじゃないんですけど、YouTube のサムネ作るんでしたら、あの無料のソフトで十分戦える。それぐらいの、操作性と、豊富さ。はい、フォントのね。すごくいいと思います。はい。なんてソフトでしたっけ？忘れました。すいません。なんだっけ、名前。まあなんか概要欄かな。概要欄か、まあコメント欄かなんかに書いておきましょうかね。ぜひ、俺はね、使ってみていただけると。はい。うん。ですね。なんかまあ、有料にしたら、さらになんか、文字の色とかわかんないけど、いろんなバリエーションが広くなるんですよね、多分ね。そう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 。うん、デザイナーさんがすでに作ったテンプレートみたいなやつ、それを追加で購入できるみたいな感じだったね。はいはいはい。でも今のところ、まあ僕のまあ、レベルだと、まあ無料のやつで十分かなというふうには思いますので。そうね。今のところ十分かなと思うので。はい。うん。よかったです。はい。で、まあそれ終わって稼働しに行きました。はい。はい。で、まあそんな稼働時間長くなかったんですけど、うん、3時ぐらいから、
かったな。行って、結果、うん、エヴァ打ちまして、うん、2人でプラス 49,533 円でした。はい、素晴らしい。うん、よかったですね。いいね。はい、稼働作業でプラスになってよかったですね。うん、まあでも、今までエヴァ打ってきた中では、うん、まあ今日エヴァがまあね、なんか扱いいい感じになってたんですけど、うん、そこまで多く回った感じじゃなかったですね。そうね、うん、21、2ぐらいだね、多分ね。うん、うん、ですね、うん、で今日打って気づいたことは、うん、やっぱりね、今までエヴァ打ってて、うん、連サポ中にあんまり減ることがなかったんですよ。うん、100個打って1個アウト行くぐらいだから、うん、別に止める必要もねえなっていう感じで言ってたんですけど、うん、今日は結構アウト方向に向かってったので、まあ開く、うん、あ、閉じる直線か、2、3個、4個ぐらい打つ打ち方にしたんですけど、うん、やっぱりちょっとね、電サポ削り入れてくるお店とか台だとちょっとストレス溜まるなっていうのはね。そうね、思いますね。うん、うん、まあもしかしたらそれが普通なのかもしんないけどね。ああ、確かにね、うん、最初の方は調整の仕方が分かんなくて、うん、そう知ったのかもしんないですね。うん、まあ、初日とかのエヴァ初打ちの時、はい、もうアウトのとこの釘、うん、もうめちゃくちゃへこんでたから、どうやってアウト行くんですかぐらい釘回ってたから、よく覚えてないけどね。はい、うん、まあでもね、また最近だったら普通にこう浮き上がってきて、釘が作業になってたっていう、まあそんな感じだったんですね。ああ、最初だからかもね。うん、もしかしたら、なのでエヴァ打つ人は、お店とかよく行くところは、行くところだったら、どの台がまあそこまで削りないのかとか、この台は削りあるとか、うん、覚えておくといいと思います、うん、やっぱりね、左側の回る釘よりも結構固定釘にすることが多いので、右の、うん、電サポの調整とかアタッカーの調整とか、うん、はい、だからね、まあ、打ってみて、あ、この台はゲージが右のね、ゲージがいいんだなとか理解しておくと、うん、いいかなと思いますね。そうっすね、うん、あとアタッカー周りか、アタッカー周りも、こぼれがちょっと開いてね、落ちるような調整になってましたね。だからね、右下に並ぶと言っちゃったね。うん、うん、そうね、うん、はい、結構大事ね、はい、そうですね、はい、出玉をちょっと削るお店なのがね、うん、今月のパチマガの雑誌で、うん、袴さんが、紹介してましたけど出玉削る店ですって、いや、まさにそうだなと思いましたけどね、はい、はい、うん、うん、そんな感じですね。こんな感じですね。プラスだったので、うん、来年の稼働も頑張っていきたいと思います。はい。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。うん。そんな感じです。はい。はい。じゃあ、バイバイ。